松村邦洋ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。月曜日は大河ドラマ光る君への感想ということで、今回は第36回待ち望まれた日ということで、まあ、前回ちょっとね視聴率 10.3% だったですけれどね、まずオープニング、まあ源氏物語を書いている真宙ですよね。すると漢文の刻限をもうやりたくないということで逃げた厚安親王、そこにまあ秋子中宮、このねなんか本当親子以上の親子の仲睦まじい二人ってのはいいですよね。なんかほのぼのとしますけど、これが子供が生まれることによってどうなっていくのかもちょっとこれ今後の楽しみではありますけどね。そして、小林きな子さんをね、大人計画の宮野千次がポーッと出てきましたね。火曜の香りでございますよということで、この火曜の香りっていうのは、ムクサの炊き物とかね、6種類のまああのお香ですかね、梅の梅花とか落ち葉とかいろいろ混ざってるわけですよ。そうするとここでうっうっうっってなるわけですよね。もうだいたいあの大河ドラマでうっとなってちょっとこうもうあのちょっと吐きそうになった女性が、もう年頃の女性が吐きそうになったら、もうだいたいまあ誤解人ですよ、妊娠したっていうことですよね。もうこれはだいたい大河ドラマで1回だけね、1980年の獅子の時代で岸本陽子さんが、あ、これドラマの中でこれ妊娠した役だなと思ったら、チーズが明治時代で食べれなくてチーズを吐くシーンがあったんですよね。これ大竹しのぶさんもちょっと平沼千代という役だった、その時もちょっとなんかあった気がしますね。獅子の時代だけはちょっと特別なシーンだったんですけど、大体誤解人ということですよね。まあ道長は嬉しくて、普段あんまり行かない智子のところに大喜びですよね。そこで主題歌が流れましたですね。もう赤染めももう大喜びですよね。パッと隣には猫が映っておりましたね。もうまあ小麻呂という猫もまあ初代がいて二代がいたんでしょうけども、まあ時代背景的にね、そして今小麻里という子猫がいるって、もう大体3匹の猫で、回してたっていうことですね。もう一応月日も経ってるんで3代目ということでしょうね。まあ実際はまあ小麻里っていうんでしょうかね、ドラマの中でね。そして、真宙が来るともう秋子中宮は嬉しいですよね。そなたらは下がれっていう、ちょっとねこの言い方がね、何度も何度もやるとねちょっと空気悪くなりますよね。真宙と女房たちの間になんか悪い空気を作っていくんですよね。まあこれはもう土御門邸で育った、まああの本当三上愛ちゃんがやる秋子中宮はちょっと言葉遣いがね、そなたらは下がれ下がれ下がれっていうね、まあ、これで三上愛さんのファンの M 好きの男性の方はもう下がれって言われたらドキッとするんじゃないですか。下がれ、うん、っていう感じになるかも分かりませんけどね、うん、まあ、あの今のこういうご時世だとコンプライアンスの世の中だとちょっと外してくれるかとかね、そういう言い方がいいですよね。上司が部下にね、うん、まあ、下がって良いぐらいの方がまだちょっとアットホームだなと思いますよね。内緒の話をしたいのだという真宙にね、投資機流は関石に詳しい、なんであんなに関石に詳しいのだという、私には無理かなって、勉強はいつでもできますよという秋子中宮の言葉ですよね。で真宙も言いました、私の父は学者でしたと、岸谷五郎さんのことですけれどね、まあ弟に読み聞かせてたんですよ、漢詩を。そうすると横で聞いてて全部自然に覚えちゃったって、本当に真宙は頭がいいし勉強も好きだから、好きこそものの上手なれということですよね。で一条天皇とこの間何を語ってたんですか、あれは。後者は未だ必ずしも剣ならず、下者は未だ必ずしも愚ならず。これは白居易という、これ詩人ですね、その人の神画譜の一節です。神画譜とは何だって、もうこの言い方がもう宝塚の男性のようなね、あ、なんか神画譜とは何だっていうね、
もうちょっと聞き方がきついですけれどね、まあそういうことですよと、まあ、勉強したい学びたいということですよね。旅人の声を代弁してるっていうことですよ。だから本当に白拒否は家来を思いやる、まあ、殿様になれよと、トップに立てよと、頂きに立つっていうことは家来を思いやる下の者を大事にしなきゃいけないんだよということですよね。それを説いてるわけですよね、まあ、中国の、まあ、本当にそういった言葉ってのは本当役に立つわけですよね。だから貞子は非常に漢詩が非常に勉強できてたと、高畑充希さん。だから私もやっぱり一条天皇に愛されるためには漢詩を密かに内緒で勉強をしたいんだよということでね、もう漢籍が得意と言われたいんですっていうことですよね。そうすると勉強しました、一人よく戦いって、もう漢字の一文字一文字をこうチェックしますよね。よく時に上ずるのみならず、心を持って漢字締めて人心キス、もう漢字ポッポッポッポとこうだってなるからね、まあ大宗という皇帝は戦がうまく時の運に乗ずると言うけど、人に対して真心を尽くしたゆえに、おのずと人々の心は皇帝に従ったのですっていうこと。要は優しい人でもありながらみんなに真心を尽くするんですよと、祭りごとの頂に立つっていうのはこういうことなんですよということですね。人々の心をつかむってことは大事なんですよということを真宙は、まあ、明子中宮に説いていくわけなんですけどね。だからもう真宙も言うべきなんですよね。下がれってものの言い方はやめた方がいいですよ、そういうのはダメですよと、これ真宙が教えてあげればいいだけのことなんですけれどね。そして F4 の飲み会、もうここで4人が飲むときはね、もう自由奔放の友人4人に戻るわけですよね。で金刀もね、めでたいことはめでたいが、巫女であったらややこしいことになるな。厚安様の貢献は道長だが、もし道長が貢献をやめたらどうするって言うと、雪成がね、そんなことは道長様がなさるはずがございませんなんて、こういろいろと話の中で、この話はもう終わりだっていう道長がこう締めていましたですよ。道長がちょっと変わり始めてますよね。なんか道長のところのバッグの黒が鎌倉殿の13人の時の北条義時、小栗旬が変わった時のような非常になる道長になっていくんじゃないかと思いますよね。天皇が御位を降りる時だっていうちょっとこう言い方をしてました。そうこうしていくうちに地味に静かに火山院がお隠れになられましたね。まあ本郷奏太さん、出番がもうちょっとあるかなと思ったんですけども、相手のセリフの中で詩が出てくるっていう、まあ慣れ詩よりはいいですけどね。いや定親王の言葉の中から出てくる、いや定親王の息子敦昭が出てきましたね。そして道綱もね、こう出てきましたけど、まあ道綱ね、お前は肉を食うのだろうって、肉を食うんだったら一緒に狩りをしないかって、私は狩りは嫌いです、ただ肉を食うんですっていう、この辺の下りもちょっと面白かったですよね。そうすると八定親王的には冷泉天皇の子は私だけになったっていう言い方もしてましたですよね。そして厚安親王と明子中宮、まあ、いわゆる今で言うとママ母みたいな感じなんですけど、仲いいですよ、ずっと一緒ですよね。子供が生まれると私とは遊ぶでくれないのかなって、何をおっしゃいます、私はあなたと一緒ですよという言い方をしてましたね。でもこれからね、道長はね、厚安親王に厳しくなるんですよね。もう子供が生まれた以上はね、今まで子供が生まれてなかったから保険のつもりで厚安親王に気を使ってたんですけど、厳しくなっていきますんでね。だけど明子は変わらない、この辺が素晴らしいなと思いますよね。そして、土見門で出産という、土帝殿で出産をするということで、久しぶりに息子が出てきました、石野真子さん。まだお元気、もうそろそろ亡くなるんじゃないかなと思いますけれどね。そして智子と真宙が会うんですけど、なんか昔の時のような和気あいあいのようなね、真宙様、真宙さん、真宙さんって、まあだけどもう本当にね、道長とちょっと真宙は何かあるんじゃないかっていうのを智子は分かってるわけですからね。これからも中宮を頼みますよ、
帝を変えたのは源氏物語のあの本です、あなたが変えてくれたんです、あなたのおかげなんです、ということで真宙はすごく大事にされてますけれども、ちょっと智子はこう思いながらもちょっと怪しいなという、女の勘っていうのはちょっとね、ちょっとぎこちない部分もありますけど、なんかわかると思いますよね。そして、ここはね、土帝殿はあなたも若い時慣れ親しんだ場所でしょ、ここでいくらでも書いてくださいって、そこで書いてるところに道長がやたら戻ってくるところ、ちょっと見るとちょっと怪しいなという伏線もあるかもわかりませんね。そして真宙が明子中宮にね、いろんなアドバイスしていきました。傷は大切な宝です、傷こそその人をたらしめるものなんです、ということですよね。人の心の功を常ならずって、好き嫌いは変わるんですよって言ってね、付き合ってる時はいいとこばっかり見合うからいいんでしょうけど、結婚したらね、悪いところを許し合わなきゃいけないんだけど、結婚してから悪いとこばっかり、傷ばっかり調べるのもどうかなと。でただこの傷がちょっとこうドキドキ感にまた変わっていくような感じにもなるんじゃないかということを説いておりましたですよね。そしてなぜかそこに家族がみんな大集合しました。道長の家族がね、清子でございますとか、まあ乗り道ですかね、あの人は誰って、俺が君たち誰だっていうことを思いますけどね、投資機部といってね、私のご指南役なのよっていうことでね、みんなにこう言ってましたですよね。だから家族みんなが注目して、まだ特にちっちゃい、この間生まれたばっかりの子なんかもずっと顔をこうやって道長の顔をつねっておりましたですよね。そしてやっぱりね、女房の中にはね、もうあんまりよく思ってない人たちもいっぱいいるわけですよね。赤染衛門にね、指南役を奪われね、毎度毎度ひそ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 と、どうも道長と投資機部怪しいですよというね、なんかこの辺りの赤染衛門様はどう思ってるんですか、どんな人だったんですか、あなたはちっちゃい頃から知ってるわけですよね、どういう流れなのですかっていうのをやったらと根掘り葉掘り聞くわけ、もう女房の間ではどんどん悪い噂が広がってるわけですよね。自分の指南役も奪われてるわけですから、もう真宙憎しになって、どんどんそうすると赤染衛門も動き出すかも分かりませんよね。これが智子との亀裂を後々生むんじゃないかなと思いますよね。まあ本当に、まあ、出る杭は打たれる、まあ、出過ぎた杭は打たれないんで、多分打たれないんじゃないかと思いますけれどね。そしてこれちかと清少納言が、これ久しぶりにもうこの二人の登場でちょっと悪だくみみたいな感じですよね。まあ、あれほど枕草子を破れるほど読んでいたのに一条天皇はと、ね、最近は源氏物語ばかり読むんです、その源氏物語って書いてる人誰なんですかと言うと、越前の神の娘って言った、その瞬間に桔梗の顔が鬼の形相というか、女性また笑いながらちょっと心の中の表情っていうのはなんかものすごい怖いですよね。女性が笑ってる時ってものすごく怖い、本当にファーストサマーウイカさんの顔の表情がちょっと怖いなと。私も読みとうございます、来週は読んでみましたよという部分ですよね。こっからもう真宙に対してなんかすごい言葉を発するんでしょう来週。それを今度は紫式部、投資機部が式部日記の中でもう本当に許せない許せないと、やっぱりね、紫式部とね、清少納言がね、今までのように仲良くっちゃ困るんですよ。2人は阪神と巨人でなきゃもう昨日の天王山のようなすごい、もう本当にBS 朝日で見てましたけど、あの戦いのようでなきゃダメなんですよ。本気で戦うライバルでいい試合をこれからしてほしいなと思いますね。二人がやっと本来の形になったというのはもう後半面白いなと思いますよね。それで一方、下がれを連発する明子中宮ですよね。私は死ぬのだろうか、大丈夫かしらというね、相談をみんなにこうしてましたですよね。まあ貞子が好きな清少納言、
明子中宮を育てようとしてる真宙、まあ、この2人の真宙と清少納言、この2人の戦いっていうのはこれからどんどん広がっていくと思いますよね。そしてまた中宮は不安というところにまたこれ火を焚いてね、もののけ退治ですよ。今だったら考えられませんよ。大学病院だって産婦人科したらちょっとゆっくり安静してくださいねって言わなきゃいけないのに、もののけ退治だっつって、ね、多分炎天下の中で火を焚いたりね、でまたもののけがまた出てきますもんね。あの時代ってうんやおかみちなぐあ不動明を呼べーなんてもうめちゃくちゃですよね。そしてまあ横ではコレチカは本当に呪詛しているっていうね、本当コレチカどさくさに紛れてまた呪詛で、コレチカの呪詛がねもう本当連戦連敗ですよね。うん、矢剣や花の刃のこの剣、向こうは聞こう、なぎ払うなり、矢剣や花の刃のこの剣、なんて、ぐわーっとこう、言ってますけど、あの人はうまくいかないですよね。なんか、悪い時の6月ぐらいのライオンズのような、もうずっと呪詛が連敗してるような状況になってます。その横ではね、これはお清めですよって、女房のみんなに言ってて、邪気払いの米じゃーって、ばーっとこう、雪のようにね、みんなにこう広がっていくわけですよね。もう後々大笑いなんでしょうけどね。もう上地雄介さんももうここ入ろうかな入らないかなと、で道綱も、うん、どうしようかなどうしようかなというね、上地雄介の道綱もどうしようかなどうしようかな、そして秋光も、うん、どうしようかなっていうところに、もずひこがね、中宮様ただいま参りの最中ゆえこちらでお待ちくださいませつってね、道長うわーっと怖いとこ、そこに道長お静まりくださいませって道長もこう言っても、横でまたねもう獣のようにうわーっとこうなってる、そこにわーっとなってる、もう本当にね大変な状況ですよね。でまたこの時代っていうのはどうしてもね、男の子を産まなきゃいけない、巫女を産まなきゃいけない、巫女を産んでくれればいいっていう部分が大事ですよね。もう津川雅彦さんの青い徳川三代の時もね、おごうどろ、女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 、もう、外ればかり引き寄ってって、そういう言い方をするような時代なんですよね。もう今だったらもう問題発言でしょうけど、また女か、うん、男を産め、父はついておろうの、なんてこう、津川さんが言ってた時代が懐かしいですよね。ただ、今回のこういうシーンが、やっぱりこれは真宙の源氏物語に組み入れられるわけですよね。中身のヒントになっていくわけですよね。だから全部ヒントに、紫の上が明子中宮でもいいし、厚安親王を光源氏にしてもいいなと思ったりね、藤壺が明子じゃないかなとか、いろいろと作っていけば面白いですよね。そして、50日の儀っていうかね、誕生日から50日無事だったということでね、送り初めのお祝いということですけど、この50日の時に50品揃えるんだよということで、道綱がみんなお喜び、50日で50個だよ、もうこれね、大谷の50-50が達成した瞬間に多分ここを無理やり入れ込んだんじゃないかなと一瞬僕はそう思いましたけどね、ここのシーンだけ特別ニュース見て入れ込んで、で50-50がなかったらここはカットしようっていうような、なんかそれぐらいのことがあったら面白いでしょうけどね。しかもその50-50のセリフを横浜高校で松坂大輔の女房バッテリーだった上地雄介さんにそのセリフを言わすっていうのはいいですよ。去年の今頃ね、どうする家康でもね、大阪夏の陣の時にね、もう徳川家康が、正純、あれを持ってまいれ、あれを、あれでいいですね、あれ、あれ、あれだっていうね、大砲を用意するとき岡田監督の口癖のあれをっていうのを入れてたのと、やっぱりね、ちょっとご時世を混ぜていくのも大河ドラマの面白いとこだなと思いますよね。だからこの時代っていうのはね、50日以内でほとんど亡くなる方も多かったんですよ。だから50日無事だっていうことがまずこれね、お祝いをしなきゃいけないんですよね。そして今日は無礼講だっつって、もうお祭りだ騒げって、まあこういうところで無礼講で行くっていうのもすごいです。そうするともう宮川一郎太さんもね、
おなごはどこかな、なんてもうあれも内村さんにやってもらった方がいいんじゃないかっていうぐらい一人コントをやってるような、おなごはどこかな。ダイナゴン様はね、ロバート秋山さん固いですからなかなか手を握らない。寒うございます、寒うございます、抱きしめてくださいっていうのに誘われてるのになかなか手を出さない、ロバート秋山さんで、そこに比べたら均等はもう自分がモテるの分かってますからね。この辺りに若紫はおいでかな、うん、若紫のような美しい姫はおらんな。すると真宙はカチンときますからね。ここには光る君のような殿はおられませぬ、故に若紫もおりませぬ。そりゃそうですよ、僕らも中学校とかの時にね、あれ菊池桃子がいないかなって、菊池桃子はいるわけねえじゃないのってよく言われましたよ。薬師丸ひろ子はこのクラスにいないの、いやいるわけねえじゃないのみたいなね、ドラマとね、あれ伊藤司いないからいるわけねえじゃんって、うちは田舎の中学校よみたいな感じになりかねませんからね。まあまあ、そうするとこうパッとやってる時に道長が言いましてね、東式部なんぞ歌を読めってこう歌を読むシーンですよね。これがあの非常に大きいですよね、真宙がね、うん、いかにいかが数えるべき、やちとせあまり久しき君が見ようばっていうね。そうするとこの読むと智子パッとこう一瞬目が智子と合いますよね。そうすると道中がさすがであるっつって、そしたらまた周りの女房たちがね、用意してあったのよあれはなんてね、するとパッと道中も返すわけですよね。明日の弱いしならば君が世の千歳の数も数え取りてんって、こうざわめき出すわけですよね。あうんの呼吸で歌をかわせるなんてすごいわねなんてこう言うと、赤染衛門から真宙ね、智子からみんながちょっと左大臣と真宙怪しいわねみたいな空気になっていって、赤染衛門が真宙に、左大臣様とあなたはどういう仲なの、そこで続くっていうところで終わりましたですよね。まあ本当ね、今回は非常に大きい部分がありましたですよね。まあだけど赤染衛門もそうですよね、源正信正岡徹さんとちょっと関係があったような匂わしもありますから、人のこと言えないんじゃないかなと思いますしね、あと道綱面白かったですね。あの肉は食うけど権力争いはしないよって言ってね、狩りはしないよなんてね、でそう言いながら三条天皇、後の三条天皇のところに出入りしている道綱もちょっと面白いと思うし、均等に言い返せた投資部もちょっとほっとしたんじゃないですか今回はね。そして若紫は誰か、私かな私かなってみんな先週あたりからみんな言ってましたけど、ここで宮野千次が私のことかしらって言ったら、ひっぱたくとバカ野郎っていうようなのもちょっとこうあったら面白かったですけどね。まあ本当に、そしてまああの望月の歌の原型のような部分が、真宙が先に読むんだよということですよね。そこの部分もちょっとこう来週あたりから面白くなってくると思います。とにかくあの嫉妬とかね、すごくいろんな部分が見えてきました。さあそれでは皆さんからいただいた、感想を紹介しましょう。まずリラさんですね、アキコが人形から人間になりました、素晴らしいですね。そして、高明さんですね、いつもありがとうございます。源氏物語ね、まあ、あの帝とアキコの橋渡しは源氏物語なんじゃないかということですよね。これ本当鋭いですよね。そして総伝さんですね、 CM 出せないから NHK にファイト一発ですね、タウリン2000グラムみたいなね、ああいうのもあの NHK ではなかなかできませんけど、でも匂わしてたっていうことですよね。そして正志ライアンさん、いつもありがとうございます。宮内純さん、勝野博さんのファイト一発は懐かしいリボディですねということですね。そしてキャラ87さんからいただきましたですね、ひそひそ声の出川さんいいですね、あやばい、それで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 って出川さんね、あの大事な話するときちょっとひそひそ声なんですよね。そして、池谷さんですね、御嶽モード、御嶽モーデですよね、前回あの御嶽モードとかいろんなこと言ってすいませんでした、御嶽モーデでした、皆さんありがとうございます。そしてケンタン X さんからですね、一条天皇もファイト一発でお子さんが生まれるんじゃないでしょうかという、面白いことありがとうございました。そして他の皆様も本当にありがとうございます。
松村邦洋、ためにならないチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。